日本漢字能力検定協会がその年の世相を表す字であるとして決定する今年の漢字。今回日南市民や帯城下町の観光客に今年の漢字を予想して書いてもらいました。なんとなく多かったような気がしましたね。来年はそういうことないように願ってます。うん、じっとしとってね。はい、うん、まあ世の中こういうことが多かったから、まあ毎年やったけどな、不意打ち事件とかな、国同士の戦争とかな、こういう疑惑疑いばっかりやからということです。ああ、まさに平和ですよね。みんな元気で健やかにということで、これがないことを祈ります。今回今年いろいろ国を守るための政策を取られたりとかっていうこともありますし、私たち自分の生活いろいろな意味でも持っていかなきゃならない時期なのかなという意味で書いてみました。みんな気持ちに余裕を持って周りの方を考えられるような1年になったらいいなと思います。選挙の公約を選挙したものはみんな忘れちゃって、だからああいうバカな法律を通しちゃうわけだ。だからみんな忘却しちゃってるということです。まず早く今の政権を倒さないと、で、あの法律を廃案にしないと日本はとんでもなくなっちゃう。中には達筆な方も。今年は世界遺産とかそういったのがいろいろ話題になりましたし、まあ、あとあとに、まあ、後世にいろいろ残していくような大事なものが決まってきたりとかしてたんで、まあ、ちょっとこれを浮かんだんで書きました。自身の1年を漢字一文字で表現する人も。1学期2学期体育を頑張ったからです。勉強ができて、科学年から尊敬される6年生になりたいです。ちょんちょんやね。下手くそ。引っ越しをして同棲を始めたので人生もちょっと変化があり、いや、私自身が宮崎に来て3年目というちょっと大きな節目なので、はい、変化の辺にしました。もう2人とも70代の夫婦なんですけど、こうやって2人で旅ができるっていうのはすごく楽しいかなと思います。来年も元気で2人仲良く過ごせたらいいかなと思います。まあ、とりあえず、彼女を見つけたいなっていう希望です、願望です。お前全国の女やろお前。わあ、踊りよりドキドキする。寿太郎さんの寿、ことぶきです。はい、ことぶきという字が書けるまで頑張ります。はい。今年は国も我が国も、まあ、私たちの帯城下町保存会も、まあ、挑戦するというかそういう気持ちで一年間取り組んでまして。挑戦を来年は実際具体的な方向で一つ一つことを成していこうというふうに考えております。筆を使い慣れてない人は四苦八苦。だんだんわからなくなってきたじゃん。怖いやじゃん。生きてることに感謝、感動、感じる心、すべて含めて感。各世界の人々が世界の人々の人たちのために平和を願うと、そういう気持ちが私の人生の中の一つになってます。もう自分たちはちょうど今年8月いっぱいでリタイアしましたので、のんびりと年金生活を送るつもりでおりますが、なんとか食っていけるんですよ。でもなんとか食っていけない方々がいると思うんです、いっぱい。日本だけでなく世界でそういう人たちにちょっとでも何か役に立つようなことをしたいと思います。
今年の漢字は12月15日に京都の清水寺で揮毫されることになっています。